どうもどうも、マサトです。モノマスター6月号買ってまいりました。ご覧の通り、付録、これ、カトラリー付きマルチツールということで、こちらが付いているということで、早速ね、買ってまいりました。ちょっとね、ずっと気になってた付録だったんで、購入したわけなんですけれども、実際どういうものか見ていきたいと思います。まずね、今回、特集ですけれども、こちらね、プロ注目のギアと遊び尽くすということで、春キャンプでやりたい7つのことということで、ここ7つの項目ありますね。ちらっとね、中見たんですけれども、いろいろなね、キャンプギア紹介されておりまして、なかなか読み応えがありそうな紙面となっております。ということで、早速ね、付録の方、こちらになります。見ていきましょうか。開けますね。早速ね、発売日にね、買いに行ったわけなんですけれども、あまりね、数がありませんでした。3冊ぐらいしかありませんでしたね、いつもの本屋にね。だからこれ、結構売り切れが多いんじゃないかなと思います。まあ、説明書、大きさの割には、箱の大きさの割には、物が小さいというやつですね。はい、商品の方こちらになります。結構重いですよ、これ。重量感あります。で、スプーンとフォークが一緒になっているわけなんですね。実際ちょっと見てまいりましょう。これどうやって外れるの。こう回して、あ、これで外れるんか。はい、これで2つに分かれます。はい、今回の付録こういう風な感じになっております。マーモットのカトラリー付きマルチツールという風になっておりまして、収納時はこういう感じでしまわれていると。で、これだとロックがかかって外れないんですね。で、これをそれぞれスプーンとフォークをこっちの方向にやることにより外れるというふうな感じになっております。あ、そうか。はい、わかりました。ここにスプーンの部分の柄の部分が来てるわけで、ここでロックがかかってるわけなんですね。で、回すことにより外れると。で、フォークの方も同じで、これ今こうやりますと柄の部分がかすかに見えてますね。ここでロックがかかってて、出すことにより外れると、ロックが解除されるというふうな仕組みになってます。しっかり入ってないとちょっとガタガタ外れかけます。で、実際ね、このツール見ていきましょうか。外しますね。まず、スプーンの方ですね。こちら、スプーンですね。こちら、これですね。穴開け、リーマーになります。で、こちらが、ナイフになります。あ、結構、切れそうですね、これね。触った感じね。で、次、フォークの方ですね。こうになるんかな。で、ここ、まずフォークですね。で、ワインオープナー。見てわかる通り、ここですね。ワインオープナーがあります。で、缶切りですね。缶切りがこちらかな。はい、こちらが缶切りとなっております。で、栓抜き、こちらになりますね。こっち缶切りで、こっちが栓抜きというふうになっております。以上ですね。こういう感じで、7つのマルチツールが1つになっていると、セットになっているという、マーモットのカトラリー付きマルチツールという風になっております。これ一つあればね、結構使えるんじゃないかなと思います。普段、食事するときにこのスプーンとあとフォークを使うという風な感じになります。こういう感じでございますね。で、このようにコンパクトに収納できると。ちょっと厚みがありますけれども、一応これで一つひとまとめにしてね、持ち運ぶことができるという感じです。あと使い方としては、フォークで肉を押さえながらナイフで切るという風な使い方もできるんですね。あ、これは便利かもしれない。はい。はい、ということで今回はモノマスター6月号の付録、マーモットのカトラリー付きマルチツールのご紹介させていただきました。こちら今なら本屋にまだ売ってると思いますので、欲しい人は、買いに行ってください。価格の方がですね、1150円となっております。ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。